それでは、皆さん朝早くからお集まりいただいてありがとうございます。はい、セノンプレゼンツベースボールペディアスタートです。我々、まあ、OB 今日3人集まってきました。広橋選手、よろしくお願いします。蓬莱選手、はい、よろしくお願いします。以前あの八木沢理事長、松沼アニアン、いわゆる西武ライオンズが、まあ、強いチームになったこの必勝法、必敗法、両先輩たちにはピッチャー部門でお願いしました。今日お二人は、内野手と外野手です。野手の方々にこの必勝法、必敗法をいろいろ紐解いていただきたいなと思っています。それでは早速参ります。内野手はゴロの打球に突進し待ってはならない、待てば逆にボールにプレーされる。言われたね、懐かしいね。あの監督からね、特に僕なんかはそんなにうまい方じゃなかったんで、後楽園とかでね、うん、あのみんなバッティング練習してるでしょ、うん、僕だけ外野で転がしてて、正面取り、足を使って取り行く、うん、正面を逆シングルで取り行くっていうのをよくやりましたね。だからそういう時でも足使え、足使えっていうことを結構言われましたね。全くその通りですよね。うん、僕もあのいろんなチームで、コーチやったり監督やったりしますけども、うん、待ってエラーするときはやっぱりちょっと悔いが残りますよね。そうですね。やっぱ正面、あの要するに前に出てエラーする分にはもう全然僕も文句言わないし、うんうん、だからこれはもうまさしく、まあ、広岡監督がやれたことを今は実践してますけどもね。外野手はこれ当てはまる？あの実はね、外野手はね、広岡さんね、あんまり言わなかったんですよ。そうだ、本当に見放したか。いや、見放してない。誰も誰もあんまり言わないんですよ、本当に。口出しはしないみたい。あ、そう。内野手はすごい言われてたでしょ、うん、言われた、言われた。で、夜食事の時も食堂に集まって内野手やってたでしょ、うん、外野手はですね、本当に言われなかった、うん、岡村さんもそうだけど、うん、たちもそう、立花もそう、うん、多分ほとんどその外野手については言われてないですよ、みんな気づいてないけど、うん、そう、林誰でもできんじゃないみたいな感じで思われたのかもしれないですね。うん、だってみんな夜はね、素振りって概念があるじゃないですか、うん、個人ですね、僕なんか夜はゴロゴロがしてて、ゴロ取ってたから。いや、内野はやってたんですよ、うん、外野はね、素振りしてましたから。うん、俺のね、このメモに書いたんだよ。ゴロは足を使って前で飛んでこいと、バンドが多くなればイリギュラーする確率が高くなるんで、うんうんうん、なればバンドを少なく前に来て取って処理しなさいという、うん、まあまあエラーというかね、予期せぬプレーから身を守れる術で、うん、とりあえず前に来て取りなさいという。でも今これ当てはまるのかね、あの人工芝だし、うん、打球が速いから、うん、やっぱり今はどっちかというとハンドリングの方がちょっと優先してるかなって感じですね。うん、でもね、この間広岡さんに言われて言ってきたの、うん、お前今の内野はみんな下手になってるって言ってね、うん、みんな人工芝だからみんなごまかしてたっつって、もっと基本的に、ただ俺たちがやらされることをちゃんと教えるコーチもいないと、うんうん、なんとかせえってお叱り受けてまいりました。うん、あ、そういう点では僕今やってますよ。はい、女子にやってますよ、女子に。走者に対してプレーする余地がもはやないときは、まあ、いわゆるボールをファンブルしたときなど、うん、不必要な送球をするな。まあこれは第2第3のエラーを誘発しないってことだね。そういうことですよね。はいはい、まあ、大体そういう時って慌てるからダブルエラーになっちゃうんで、うん、それは言えますよね。うん、ハンブルした時にはグローブじゃなくて手で取れとか言われましたよね。はいはいはい、言ってましたよね。うん、であとさ、これ今の子供でもそうなんだけど、ボールが止まってる時は手でいいんだろうけど、うんうん、ボールがハンブルして動いてる時はどっち、うん、グラブ手弾いた時に遠く行くんだったらグラブで行くけど、近くだったら手で行くっていう感じかな、今教えてるのは。石毛さんどうですか？いやいや、これは止まったら、まあ、当然取ってすぐ投げるという素手で取るけど、やっぱ動いてる時はグラブで収まえた方がいいのかなって気がする、ね。あのキャッチャーのあれですよね、キャッチャーのバンド処理の時のコロッと動かした時にグラブを上に持っていくっていう、それってアウトに取れる確率があるんだったら素手で取って一塁に止まってボールでも、動いてるボールでもですよ。でももう間一髪で動いてるボールでもグローブで取って間に合わないっていう判断を本人がしたら、うんうん、素手で取って投げてもいいんですかね。それは判断力どうですか。まあまあ、そうなんじゃない。だからよく難しいやつ、ほらメジャーなんか素手で取って投げてやるじゃん。
まあ、素手で取ってファンブルしたなら送球投げでいいけど、うん、握り損ねでまた投げて暴投あるよね、まあ、あるからね、うん、点差の競っている時の試合の後半、1・3塁手は長打が出ないよう1・3塁線を守れ、いわゆる、まあ、ライン沿いを締めろというところなんだけど、これは今でもそうか、今でもね、そうな時と違う時があるんですよ、うん、ありますあります、ね、あ必ずしもね、そこに行かない、はい、うん、とりあえず三遊間をちょっと締める時もあるんですよ、これはこれはね、今は当てはまらないです。あ、そう、今の野球では昔と違ってやっぱりデータをすごく取るじゃないですか、うん、だから確率がないところに守ってもしょうがないという判断をするチームもありますよ、あります。俺これで印象に残るのは、国分が監督やってる時に、うん、なんかその三連戦抜かれたんだよね、で長打になったんだよ、だ結局聞いたらやっぱりデータ的にそっちはなかったっていう、データ的にはなかったけど、データ以外のことが起きるのが野球だし、スポーツのあれなんで、なんとも確かに言い切れないんだろうけどね、よくまだ分かんないチーム、特にアマチュアのチームっていうのは、こっちから指示しますよね、ベンチから、それをキャッチャーが聞いてる、バッテリー聞いてるから、その中で頭に考えようって、要するに、外野が前進 しろって言った時に、じゃあ低めに投げなきゃいけないなっていうのを意識させるっていうのも勉強の一つだったから、そういう意味では攻め方のところでいくとは限らないけども、そういうのも多少はありますよね、まあ、これは多分痛い目があった監督、当事者じゃないとより意識頑張ってないのかもからない、逆に外野手なんてほら左中間右中間素早なさいって言うじゃん、はいはい、二塁打三塁打、はい、あれはあり、ありです、ありだから外野手と内野手の違うところですね。外野手って左中間右中間を抜かれたら絶対にこれは長打になるわけじゃないですか、でもレフト線とかライト線っていうのは、ライン上にあまりにも寄りすぎて、お前ファウルフライ取んのっていうようなとこ守る選手もいるんですよ、だからファウルフライは取らなくていいから、インプレー中のボールを取れよという指示はしてました僕は、あのライン沿い抜かれてスリーベースになることある？あ、それはクッションボール誤ったらありますよね。普通に行けば、普通に行ったらないです、やっぱり相手のバッターによるんで、引っ張れるか引っ張れないかですよね、そうね、それによってどっちを締めるかっていう、まあそれもある面ではデータ重視が、ね、そうデータ、はい、あとはそのバッターの力加減です、データというよりはこのピッチャーに対してこのバッターだったらちょっと引っ張れないだろうと、まあ昔と今の違いはデータがだいぶ出てるんで、データ重視にしながらの、まあ、担当コーチの指示があるようです、はい、全てのカットオフプレーについて内野手は正しい位置にいなければならない、まあそれは直線的に入れということで、まあ最短距離、まあ時間を短縮しましょうということなんですね、でこれね、西武ライオンズが巨人軍とやって勝った時にクロマティの緩慢な返球に対して三塁コーチは嫌なコーチが、ね、確かにファインプレーだったけど、すごいよね、俺はあの時嫌なさんってすごい人だなと思ったんだけど、そこまで見てるかみたいな、で、あの時河合が準備してなかったよね、あのね、そうですね、嫌なさんに取って逆回って、そう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 、はい、だからやっぱり何でもそうだけど準備が大事なんだよ、ね、って思ったね、あの時投げようと思ってればアウトですね、もう行ってないと思ってるからね、だから逆に野球をよく知ってるからこれじゃ行かないだろうって思ってた、決めつけだよね、決めつけ、それが一番怖かったよね、だからそういうのがねやっぱ頭に残ってるから、やっぱり教える立場になったら言いますよね、もうカットマン取ったら、行く行ってないは関係なくすぐ内野に戻せ、一発で、それによく言うのはやっぱカットマンの位置、まあ先ほど言ったんですけども、まあ、直線的が一番いいんだけども、どうしてもくの字になるときあるのね、そうすると全く違うとこ行っちゃうから、そうですね、逆のくの字になると意外といいのよ、あの送球するにしても何してもそんなに変な、プレーになんないからね、まあ、要は先の塁先の塁へつなぐというものがまず大事ですね、そうですね、はい、間に合わないところにつなぐチームが結構ありますから ね、 そうね、もう、ま、絶対セカンドもツーベースだと、分かっててもセカンドにつなげるチームありますから、ね、だから今女子もそこら辺教えてるんですよ、確実決まった時はサードつなげってことを常に教えてるから、逆に内野手がセカンドをつないでても外野手は、あこれもセカンド無理だと思ったら一人でもいいからツーバンでもいいからサードに来れって言いますね、その通りですね、はい、俺最近でもまあ子供たちの野球、まあ、特に高校大学見ててもさ、
何が何だか全部そのノックでもさカットにつなげっての多いじゃん。そうですね、そう、それはあれなんでそのくらい一人で行けよっていう。そう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 、自分がどこにワンバン投げたらいいかって分かんないんですよ、うん、力入って入らないもんね。弱い球に弱い球しか行かない、うん、はい、だから強い球行くことを練習しなきゃいけないし、はい、俺最近さ思うんだけど外野ってほらこんな取って投げるじゃん、うんうん、大きく振りかぶって強いボール投げさない、うん、投げなさいっていう、うん、これ逆に外野手ほど取ってちっちゃく早く持った方がいいのかなと思ってんだけど、いやその場面もあるんですよ、体勢が悪いとか、うん、もう取った体勢が悪くて早くカットに任せるっていうのもあれば、うん、体勢が良かったら俺自分で掘ってもいいと思う、うん、逆に俺ね、イチロー選手とかね見てて、うん、これランナーに合わせて投げてるよねっていうのはちょっと感じますもんね、うん、ちょっとランナーこれ行かせるためにチャージを緩くしてんのかなっていうのがある、うん、で生かしてで自分がレーザービームそう結構ね高度なんですよ、うん、あれチャージが良かったら絶対行かない、うん、逆に女子の場合はライトクローがあるんですよ、いまだに、はいはい、シニアとかと一緒 で, す、ね、だからライトの守備力ってものすごく高いもんじゃないとダメだろうね、うん、もう内野みたいに投げるチャージむちゃくちゃチャージしてきてポンポンって投げちゃうから、うん、でも考えてみたら内野出身の人で外野行った人ってほぼ大成するでしょ。そうだね。でも内野手が外野やった方が絶対スローイングいいですよ。そうです、いきます、はい、このまあいいかな。すべてのポップフライに対して内野手外野手は大きな声を出せ、まあ当たり前やったけど、ね、OK、うん、まあ、うん、僕は外野手としてですよ、決め事としたら外野手が追いつくやつは内野手に代わって取ってあげなさいっていう、うん、それはもうそうですね、はい、うん、風のある日とか後ろのやつが取った方がいいじゃないですか、うんうん、それは間違いないですね、はい、うん、外野手はパンと打った瞬間にこれは無理だなと思ったやつはもう早めにちょっと無理っていうことを内野手に伝えろと、うん、俺無理っていうことを後ろから伝えると分かるから、うん、無理っていう言葉が後ろから聞こえるんで、内野手って後ろから来るスピードとね、後ろ追っかけるスピードっていうと、うん、内野手って外野手見れないから、うん、見えない、多分怖いと思うんですよ。怖い怖い、外野手の立場はね、はい、まあ、俺もたまに外野やってたんだけど、外野手って全身だからすごいスピードで来るんですよ。ただね、内野手は絶対怖いと思う、うん、頭向けてるから、うん、でもまあそういう声は、うん、今風の声はいいかもしれない、ね、いや、はい、それちょっと使いますわ、ぜひとも使いますわ、はい。